まだです。僕は影だ。僕が信じたのは両方です。でも最後に決めてくれると信じてるのは一人だけだ。鏡くん、あるいは我々ストライド部が勝つか。部の存亡をかけてストライド一本勝負じゃ。これぞ俺の求めていたベストオブダルシチュエーション。今度こそ極上のまどろみを。変わり映えのないものしか作れない貴殿とはもはやレベルが違うのですよ。レベルが。それは本当に嬉しいって思うから、俺これからはもっと素直になってみるよ。ゆうちゃんを返してもらうぞ、人間ども。思い出した方がよかとかな。わからないです。遠くにあるはずのどこか、俺はそこに行きたいんだ。東より強い風が吹いてくる。目障りなものを根こそぎ吹き飛ばそうとね。あらゆるものを食らう。銃弾の飛来し着弾するまでの空間そのものを食い削った。地上？何のことだ。それよりもここはどこから出るんだ。残念、艦蹴られてしまいましたね。これで人質は皆解放です。戦争なんかに行くよりここに、これからもあなたを訪ねていたい。皇帝陛下にお伝えしたいことがあります。早く朝起こしてくれるような彼女でも探したら。なんとか高校生みたいに全然できなかった。やっと同じ高校に入れたのに。もっと打ちたい。全国にいるピッチャー全部打ちてぇ。うん、俺衣装が欲しい。それくらいいいでしょ。話すことなどない。お前はあの女と組織の駒だから。いえ、まだです。僕は影だ。僕が信じたのは両方です。でも最後に決めてくれると信じてるのは一人だけだ。鏡くん、あるいは我々ストライド部が勝つか。部の存亡をかけてストライド一本勝負じゃ。これぞ俺の求めていたベストオブダルシチュエーション。今度こそ極上のまどろみを。変わり映えのないものしか作れない貴殿とはもはやレベルが違うのですよ。レベルが。それは本当に嬉しいって思うから、俺これからはもっと素直になってみるよ。ゆうちゃんを返してもらうぞ、人間ども。思い出した方がよかとかな。